変長らくお待たせいたしました。本日はご多様のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまよりアステリア株式会社の2021年3月期第2四半期個人投資家説明会を開会いたします。本日の説明会では、はじめにアステリア株式会社代表取締役社長平野陽一郎より20分間のご説明をさせていただき、皆様からメール、ツイッター等でお寄せいただきましたご質問について、ストックウェザー株都庁カタリスト編集長の桜井英明さんよりご質問していただきます。説明会は質疑応答を含め全体で1時間半程度を予定しておりますが、すべての質問にご回答予定ではございますが、同様のご質問につきましてはおまとめさせていただきますことをご承知おきください。決算概況の説明に先立ちまして、投資家の皆様にお断り申し上げます。これから行う説明において現時点の予想に基づく将来の見通しを述べる場合がございますが、それらすべてはリスク並びに不確実性を伴います。投資家の皆様には実際の結果が見通しと異なる場合があることをあらかじめご了承願います。続きまして、質問方法についてご説明申し上げます。質問はメールまたはツイッターからお送りください。メールの場合はアステリアホームページ説明会のお知らせページに記載されているメールアドレス ir2011@asteria.com ir2011@asteria.com にお名前とご質問内容をご記入の上お送りください。ツイッターの場合にはハッシュタグアステリア決算、アルファベットでアステリア決算と挿入しツイートしてください。拾える質問は全部拾わせていただきますご予定ではございますが、時間の関係がございますので、可能でしたらお早めにご質問いただければと存じます。それでは個人投資家説明会を進めてまいります。アステリア株式会社代表取締役社長平野陽一郎より2021年3月期第2四半期決算概要についてご報告させていただきます。社長お願いします。皆様こんばんは。本日はアステリアの第2四半期決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。私の方から今回の決算の概要を説明させていただきます。早速決算ハイライトからお伝えしましたが、今回の決算はこの厳しいコロナ禍の中でも増収そして大幅な増益、これがハイライトとしてお伝えできる結果となります。内容ですけれども、増収に関しては 2.1% 増、そして営業利益に関しましては 3.2 億円増、実際の営業利益率は 25% を超える結果となっております。こちら売上の方ですね、13億4000万円という形で伸長しておりまして、営業利益に至っては上場来最高益ということで3億3700万円という数字となっております。また直筆すべきはこの営業利益率ですね、 25.2% という数字は創業来最高の数字となっております。今回の増収の背景ですけれども、一つ目は国内を主にしますソフトウェア関連のビジネスユニット、具体的にはエンタープライズそしてネットサービス、こちらがコロナ禍にもかかわらず堅調であったこと、そして主に海外
こちらは欧米でかなり厳しいコロナの状況が続いておりますけれども、それでもこのデザインサービスの売り上げをですね、落とすことなくキープできたと。これが増収の要因です。次に増益要因ですが、増益に関しては前期ディスプレイスブランドで展開しておりますデザインサービス、こちらが大きな減益要因になっておりましたが、こちらの構造改革によってデザインサービスユニットだけでも黒字化を達成した。これが一つ目。二つ目は、国内でこの新型コロナ拡大に合わせまして、迅速にこの経営のですね、方向性の変更を行いまして、これが走行したということによります。さて、これらをもとにして経営指標がどのように推移したかということですけれども、売上総利益率、こちらは8割を超えてきまして 81.3% ですね。いわゆる粗利でございます。そして営業利益率、先ほど申し上げましたが、こちら経営指標として2割 20% というものをガイドとしておりましたが、それを大きく超えて 25.2%、 史上最高の営業利益を出しております。そして3つ目の指標は、経営として力を入れておりますサブスクリプション、この売上の率が2割を超えてきました 20.9%。 そして海外売上、これも経営指標の一つですが、こちらは残念ながらこのデザインサービスがですね、前年比で下がっているということで 20.2% です。ただこの海外比率というものはもちろん上げていくことを目指していますが、全体のですね、連結での粗利ですとか営業利益を考えますと、悪い環境の中で伸ばしていくというのは決していいことではないんですね。今回海外比率が下がっているということも、実は利益率に寄与しているということも申し添えておきます。さて、このような決算ですけども、なぜこのような決算を結果として残すことができたのか、こちらですね、好決算の背景についてお知らせします。好決算の背景としましては3つポイントがあります。まず、このコロナ禍というものが今回の中心となりますが、そこへの適用だけでなく、ビフォーコロナですね、ビフォーコロナにおいて私たち自身がこの会社、そして事業モデルの基礎力を蓄えていたということですね。そして今のインコロナ、ここではこの新しい予期せぬ変化に対して瞬発力を持って適応できたということ、そしてこれからです、この好決算もしくはこのモデルというものを単発で短期間で終わらせてはならない、そのためのウィズコロナでの継続力、こちらをしっかりと継続していくということになります。まず基礎力ですけれども、こちらはテレワークおよび働き方改革。テレワークは2011年から全社テレワークを開始して、その後さらにバリエーションを増やし、企業としてのモビリティ、ポータビリティを上げてきました。それが今回の全社、しかも長期にわたるテレワークにおいても、生産性ですとか社員の満足度を落とさずに事業を継続できたというものが非常に大きいです。2つ目に、仕事そのもの、事業そのものをクラウドに乗せているということ。今巷で DX、 デジタルトランスフォーメーションというものが叫ばれていますが、アステリアではとっくにこれを実行して実現していたということです。ここにあるような自社製品、さらには他社製品も含めて、全ての事業がクラウド上で実行できるようにしてあります。ですから出社なしでも業務がスムーズに進捗する。出社する理由は、社内の事業ではなく、社内の仕事ではなくて、対外的なハンコですとか、どうしてもお客様と
会うリクエストをされるとか、こういったことのみなっていました。3つ目、これも最近話題ですが、評価制度です。会社に来ないリモートワーク、テレワークの状況でどのように評価をするでしょうか。ジョブ型評価というものが今話題になっていますが、アステリアではもう何年も何年も前から家業ベースのアウトプット評価というものを実施しています。勤務時間ですとか会社にいるとかそういうことではない、個々の家業ですね、まあ、タスクのようなものです。こちらのアウトプットを評価しています。今言われているジョブ型評価、これはもう何年もやってきているということですね。このような先見を持った、これから起こることを予知した考えのもとの経営によって、今回のような予期せぬ動きに対しても適用ができたということです。そして今コロナが来てどういう適用ができた、ここが瞬発力、迅速な適用および迅速なサービス提供ができたということです。例えばこの迅速な環境ですけども、とにかくまず社員と環境に迅速に投資をする、事業計画を迅速にシフトして、できない理由を迅速に排除し、そしてテレワークに快適化、投資ですね、これ費用ではなくてやはり新しい環境を作っていくので、投資という考え方ですぐに実行する。今や当社の社員は全社員光回線が引かれてオンラインで仕事をできるという補助金を毎月出しているわけですね。こういったことをもとに活動を迅速にオンライン化しました。まずは商談ですけども、こちらはお客様がある、お客様の同意がいるんですが、それでも 93% オンライン化しました。次に私たちが主催するセミナーのオンライン化率、こちら 100%。 さらにイベント、こちらは他社の主催もありますが、リアルなものは全て断りました。今後年度内、これは一切リアルなイベントは私たちはやりません。 100%、 これでこの数字が出ているんですね。そして働く場所です。働く場所も迅速に変更しました。もう4月からノーオフィス、シアトルプレイの香港、これを行って完全にテレワークのみで仕事を回しています。それから他のオフィスはショーオフィス、国内、そしてロンドン、シンガポール、これはテレワーク中心ですね。9割以上がテレワークをしている、それでも活動が止まらなかったということです。そしてさらに東京一極集中からの迅速な地方への分散、まず国内どこでも勤務地を選ばないという新卒の募集も開始しましたし、8月には熊本アーバンブリーセンター開設してすでに稼働を開始しています。これによってこのウィズコロナの時代にも非常に先進的な考えを持った優秀な人を採用でき、そして地方にとっても関係人口の増加に寄与することで、私たちと行政、私たちとその経済界という非常にいい関係を保って事業を進めていけるわけです。さてこのような施策をもって実際に私たちの生産性がどうだったか、こちらにグラフがありますけれども、一番上の帯が一般的な調査ですね。上場企業の社員800名以上へのアンケートですけれども、これを見て分かるのは半分近くの人が生産性が下がったと答えているということです。一方で下の2つがアステリアの調査です。7月と10月、最新のところですと5割以上が生産性が上がったと答えている。もちろんこれはアンケートですから個々の実感ですけども、今回実際の決算の数値を見ていただければ、これが本当にそうなっているということの証明になると思います。そしてもう一つ特筆すべきは、7月になって疲れが出ているといったようなことが言われていますけど、
私たちはもう止まることなく改善を続けています。今でも続けて、いかに快適にどこでも仕事ができるかというところに投資をしております。その成果として上がってきていると考えています。またこれは私たちの働き方ですが、お客様への製品サービスの提供というところも迅速に行っています。例えばプラティオ、これは3日でアプリができるという製品ですが、新しい生活様式アプリ10種類を無償提供開始をしまして、100社以上から申し込みをいただきました。これは最近話題となっておりますノーコードでアプリが開発できるというサービスです。そしてまた現場の DX、 最近またこのコロナになりまして DX というのが話題になっておりますけれども、こういった DX の推進、現場でどんどん DX を進めていけるといったようなことに対しても、製品を提供するだけでなく世の中に対して情報をお伝えして少しでも貢献をするという活動を行っています。 IoT 連携製品のグラビオでは3密回避のソリューションを提供しました。人病院、四国のですね、人病院ではグラビオオリジナルの CO2 センサーで3密を回避するというソリューション、そして豊洲の個人のですね、山本病院さんですけれども、こちらはカメラを使って待合室の人数をカウントしてリアルタイムでウェブサイトに載せる、これによって個人個人の判断で密を回避できる、こういったことを実現しています。ハンドブックではリモート支援、例えば京都の専門学校ではこの休校した時にリモート授業ですね、これをたった2週間で実現をするといったような事例ですとか、あとは熊本のバレーボールチーム、こちらはコロナで集合練習ができないところにリモート合宿として動画ですとかメッセージ、こういったものをですね、共有するツールとして使われました。ブロックチェーン活躍しています。実用途としてですね、6月にはバーチャル出席型株主総会を実施し成功させました。いろいろなものがデジタル化する、これが今後の大きなトレンドですが、ものを実物からデジタル化したときに課題なのは、そのデータの改ざん、申請性、さらにはそのデータの漏洩といったようなことですが、そのデータの信用を担保するためにブロックチェーンを使うことができます。その特性を生かして、私たちは株主、間違いなく株主の方が質問される、そして権利を行使される、つまり議決権行使をされるといったようなことを実現しました。さらには直近では中部電力さんと組みまして、イベントですね、イベントでの入退室管理をブロックチェーンを絡めることで間違いのない管理をする、そしてそれを履歴としてもしっかり残すことができるといったようなことを実現しています。このようにこのコロナ禍6ヶ月間しかないところでも、ここに書ききれないぐらい、実は紹介した以外にも様々な活動を行ってきています。そしてこれを一時期のものでは終わらせない、私たちはこのコロナですねに関してはもうウィズコロナになるということを判断をして、緊急事態宣言が終わった以降、9月以降多くの企業がこの活動を戻そうとする中、継続をするという判断をして、そしてこれによってさらに生産性を上げていこう、お客様への価値提供を増やしていこうと考えているわけです。継続力、新しい時代に継続的に成長する力、これはやはりニューノーマルへの適応と、やはり中長期的には SDGs、 サステナブルディベロップメントゴールズ、これが大事であると考えています。現在またコロナが第3波と言われております。このコロナの状況はワクチンができたとしてもなくならないですし、このポータビリティを上げた企業、事業、そして経営というものが今後の差別化であり、
価値の源泉になってくると私は確信をしています。生活様式、営業様式、これは戻らないです。コロナを防ぐためにやはりこういう様式が変えるんですね。それによって経済活動とかができるようになる。ですから生活様式も営業様式もアップデートされます。そこに対してどういうことをやるのか、もちろん変化がありますから、向かい風もあれば追い風もある。こういう中で事業としてはいかに向かい風を受けず追い風を多く受けるか、こういうところにフォーカスをしていくことが大切です。これがニューノーマルへ対応する経営であり事業ですね。向かい風を受けながら一生懸命頑張っても成果が出ない、こういった企業にならずに追い風を受けるような事業としていく、これが大切なんです。そのために私たちはソフトウェアの中でも3つのポイントが重要であると考えています。1つ目がクラウド化、2つ目が自動化、3つ目が遠隔化。英語で言いますとクラウドオートメーション、そしてリモートですが、この頭文字3つを取って CAR、 ここに集中的に営業、マーケティング、そしてお客様へのソリューション提供を行っていきます。なぜならここの部分というのはこれからコロナがなければ5年から10年はかかるはずだった普及、これが加速するからです。実際にはもう1年とか2年とかそういったところでこの適用が始まる。だから今多くの企業が DX を慌てている、急いでいるわけですね。その肝はこの CAR です。もっと具体的に言うとこういうことです。いろんなことが今世の中で言われています。ハンコレスからキャッシュレスから遠隔営業、診療、これ全て CAR のどれかもしくは複数で実現していくことなんですね。ですのでこのニューノーマルで DX を支える、これが私たちが方針としている CAR化なんですね。このアクセルを踏んでいく、これが私たちの今後です。もう一つの中長期的な大切なことは SDGs です。これは今この大変の中そんなこと言ってる場合かと考えられる経営者もしくは事業者の方多いかもしれません。ただこういった予期せぬ障害ですとか災害というのはこれからも来るんですね。地球規模で体制を上げていく、そして公開企業としてその一端を担っていくというのは大変重要なことです。ですから私たちは SDGs 力を入れます。17この目標がありますけれども、これに対してすでに11のポイントで私たちは活動しています。これからこれを継続するために注力していくポイント、まず5番のジェンダー平等ダイバーシティの推進、今もこれは進んでいますがさらに進めていきます。8番の働き方ですね。働きがいがあって経済活動もできるというところではリゾートワークですとかワーケーション、こういったことを推進して一人一人のアウトプット、世の中への価値提供というのをもっともっと上げていきます。9番ですね。9番のイノベーション、こちらは私たちが、これまで早すぎると言われたような、製品提供、技術の展開、こういったものをですね、大企業だけでなく今広げておりますように中堅中小への展開、さらには最近ニーズが急に出てきております地方自治体から、さらにはこの先のデジタル庁といったようなところへの展開、このための DX のですね、正しい導入の方法、こういったことを進めています。すでに DX に関する講演、これアドテック東京で非常にですね、重要なイベントです。それから導入ガイド、ホワイトペーパー、広告、さらには具体的な事例ですね、京セラ様での現場での DX の導入事例、こういったところも進めるだけでなくて世の中に広くお知らせをしているところです。
そして15番、これは森を守ろう、環境を守ろうというところです。こちらも今までも様々な取り組みをしてきておりますが、さらに進めます。森林保全、脱プラスチック推進ですね。こちらにあるのは来年のカレンダーです。まあ、今回初公開ですけども、これもプラスチックを使わず木でですね支える、こういったような形で具体的に目に見える形でこの15番を進めていきます。このように私たちは過去の基礎力、そして変化への瞬発力、さらにはその場その場ではなくてここから先への導く力、ここにもしっかりと力を入れてさらなる成長というものを継続していくわけです。さて、私の話をまとめます。一番最初に申し上げました通り、この第二四半期、おかげさまで増収で大幅な増益、営業利益、当期利益に至っては上場来最高、つまりこれは創業来最高の第二四半期ということになります。そして多くの投資家の皆様が気にされておりました昨年度のですねディスプレイス、これはどういうふうになるのか、今年はしっかりお約束した通り構造改革をして黒字化を達成しています。これからのために今まで培った基礎力、適応への迅速力、さらには継続力でリスクをチャンスにして、これからの大きな成長につなげていきたいと考えています。私からのご説明は以上です。ご清聴いただきまして誠にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。それではただいまから質疑応答のお時間とさせていただきます。皆様、メール、ツイッター等で多くのご質問を頂戴しました。誠にありがとうございます。質疑応答では桜井英明さんより皆様から頂戴したご質問を平野に直接投げかけていただきつつ、桜井さん自身からのご質問もしていただきますので、ぜひ皆様最後までご覧ください。それでは桜井さん、平野さん、よろしくお願いいたします。では社長、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お久しぶりです。久しぶりですね。ということで、ありがとうございます。まず先週の土曜日に、はい、日本経済新聞の朝刊を開きまして、はい、で株屋ですから決算のところ見ますよね、はい、そ決算トークのところに一番上にですよ、はい、社長の写真が載っていました、はい、それも平野社長だけ、あ、はい、あとはコメントだけ載ってるんですけど、社長、はい、社長の写真が載っていて、で、通信のクラウド化でデータ連携ソフトの販売が伸びということでうんぬんとこう書いてあるんですけども、はい、決算トーク先週の土曜日に乗るってことはですね、ピークなんですよ、はい、決算のその翌日なんですよ、はい、目立ったっていうことと認識してよろしいですか。そうですね、結構反響はあります。ということですよね、はい、ですからそのまあデジタル庁の話ですとか、まあ業績が非常に好調ということとかを散りばめて、はい、最後が良かったんですよね。5年10年先に起きると思っていたことが前倒しで実現した、これ世の中のことですよね。世の中のことですね。そういうことですよね。はい、で、と、喜ぶとあったんですよ。はい。いや、写真もちょっと、写真もね、にこやかに選んでいただいたみたいですけど。だから、それを見て、ちょうど1週間、お会いしたいなと思っておりました、はい。ありがとうございます。ということと、あともう一つ伺いたかったのは、はい、財界賞、あ、はい、経営者賞というのを、受賞されました、はい、これは、まあ、今お話ありました、いろんなことありましたけども、テレワーク、 LGBT、 あるいはバーチャル株主総会、これブロックチェーンに使われておられました。で、まあ、熊本の地域振興、一緒に日比谷公園の熊本祭行ったこともありますけども、あとは、まあ、震災復興活動などが評価されたっていうことなんだと思いますけども、多くの部分で私、はい、御社のこと多分10年以上10年ぐらいはウォッチしてると思いますけど、はい、ありがとうございます。社長、やっぱり先見の明っていう、先ほどのもあったと思うんですけども、やっぱ5年から3年は早まって見てますよね。そうですね、早すぎると言われることもでもこれは多かったんですけど、いやただ、はい、ずっと見ている中で
そのブロックチェーンにしても、はい、その DX にしても、はい、もう世の中がそうなる以前から取り組まれていた、うん、例えばそのテレワークにしても最初の頃は暑いからテレワークにするってよくIR の方からメールが来たわけですよね今日は酷暑だから、はい、あるいは北海道だと雪だからとか、はい、それってコロナのこのテレワークの前、多分 3,4 年前からスタートされてますよね、はい、それはやっぱりまあ、コロナが来るなんて予想はできないですけども、やっぱりその方に社会は進むと思ったから、はい、そうですね、分散型です。私たち自身は自立分散協調型の社会になると見てますし、まあ、それを支えるつなぐ製品を出してきてますので、まあ、自分たち自体がそのポータビリティだとかモビリティを高めるということを、まあ、将来を予測して進めてきたということですね。そしてもともと日本のコンピューター IT ソフトの企業さんとしては珍しく、請負型じゃないじゃないですか。はい、一切やってない。これ特色ですよね、はい、だからこれがやっぱり必要になるだろういろんな会社でっていうところを読みながらパッケージソフトを出して、はい、まあ、最初のうちはどうなのっていうのはあります。でもやっぱりじわじわ浸透してきて必要になってくるっていう、ここの特色ってやっぱり社長の何ですか、プライドというかポリシーというか。そうですね、やはり請負ではないですから、注文書が来ない状態で開発を始める。つまり世の中に必要なものを出していこうぜって発想ですよね。そうです。で、開発ってのはやっぱり何年かかかるわけですよ。だからこう言われてから作り始めたトゥーレートです。できた頃にはもう遅い。そうじゃなくて世の中先読みをして、そこに必要になりそうなものを考えて設計し開発して出して、しかも出して終わりじゃないんです。うちは一社だけのために作るんじゃなくて千社万社、こういったところに使っていただきたいわけですから、それはもう何年も何年も通用するものを作りたいわけですね。で、例えば実際にアステリアワーク、これはもう18年になります。うち14年はまあシェアナンバーワンですけども、あとハンドブックですらですね、これはもうサブスクなんですけども、もう11年なんですね。まあ、このように長くやはりこう世の中に貢献するものを作っていきたいという思いが先を一生懸命考えるということにつながっています。つまり、明日必要なものじゃなくって、やっぱり3年先5年先10年先まで通用するものを先読みしてきたという歴史が御社の歴史。そうですね、と持ち上げちゃってよろしいでしょうか。はい、先読みしすぎて外すものもあるですけれども、これが、まあ、当社の、まあ、実際にやってきたことですし、これからもそうです。で、これはやはり一社の請負ではなくて、本当に数多くの世界中の企業に使っていただくと、まあ、企業だけでもいろんな人たちも使っていただくというのが目標ですから、そのためには一社ごとの請負ではなくて未来を読んだ形での製品提供をしていきたいということですね。まあ、ある意味、はい、どうぞ。すいません。あるいはそのブロックチェーンっていう部分も、はい、まあ、平野社長ずっと推進されてこられたっていう。そうですね、もう5年前ですから。そうなんです、はい、で、あの頃記憶にあるのは、桜井さん、これブロックチェーンは仮想通貨じゃないよ、まあ、それもあるけどそれ一部だしって、うん、まあ、不動産テックはじめとしてですね、いろんな物流ですとか医療ですとか観光庁ですとか、ここに必要なんだというのが今ようやくこう気がつかれてきたような、やっと本来の姿のブロックチェーンなのかなという気がするんですか。まあ、本来の私とか私たちが考えている姿ということは言えますね。いろんなものが今後、まあ、デジタル庁の話もありますけど、デジタル化されます。デジタル化されると、この実物がなくなるんですね。実物がなくなってデジタル化されると、これってコピーできたりするわけですよ、簡単に。しかもその紙だとコピーしたものと実物って、ね、違いますけど、多少色合いが違う、一緒ですよね、はい。まあ、こういった環境の中でどうやって本物だとか正しい情報というものを担保するのか、これがブロックチェーンで、そこに着目をしたのが5年前なんです。で、それで 今回のバーチャル株主総会などもその特徴を使って、まあ、実現しているんですね。つまり間違いがないように本人確認もきっちりできるというシステム。そうですね、まあ、フロントのところはいろんな技術と組み合わせますけど、そのデータになった時にそれが改ざんできない、そしてその動きの透明性が高いというところですね。それはどうですか社長、幼少の頃に、はい、コンピューターっていうのはすごいなってこう思って、
でコンピューターを勉強して、はい、でソフトも勉強して、はい、独立してっていうこの一連の流れの中で、はい、やっぱり社長自身がいろんなことをやることによって気がつかれてきたってことですか。まあ、それはありますね。まあ、私自身はもともとエンジニアですから、あのコンピューターのソフトウェアを徹夜して書いてたわけ でその頃からの革新で、まあ、今もそう思いますけど、このテクノロジーの世界、 IT の世界っていうのはやはりこうエンジニアリングをしている人が一番先が分かるんですね。こうマーケティング的にもしくはあの相場的にですね、今年何が流行るかキーワードみたいなものは分からないんですけども、3年5年後にこういうものが必要となる、これやはりテクノロジーの積み重ねですから、まあ、ここを読むというものは本当はあのまさに幼少の時からあの、まあ、考えながらやってきたことですね。考えながらやってきて、その都度その都度考えて、はい、やっぱりその先読み先先見っていうのが、はい、まあ外れずに来たっていうことですか。いや、外したことがあります。外したことはあります。はい、でも今に至ったと。まあそうです。はい、もう一つ、はい、シンガポール行かれてましたよね、一時。はい、行ってました。その経験っていうのは今やっぱり生きてますか。あ、生きてますね。つまりあの私が、つまり社長がその場にいなくても回る会社で。これもびっくりしたんですけど。はい。で、まあ、私自身はそういう会社のモビリティとは昔から考えています。このモビリティということで、私がいなくても現場部門とかで動くという形、それと、まあ、あのそれというのは将来的なことも考えてもですね、会社そのものの、その成長といろんな可能性が出てくるわけですね。私がいなければその場にいなければ回らないというものはないということが、この4年弱行ったんですけども、非常に進化をした。でこれ自身も今回のコロナにやはり役立っているんですよね。私がなんか会社にいて指示しないと動かない。テレワークで OK だと。はい、そうです。あとどうですか、やっぱりアジアのハブであるシンガポールでの、その人脈的な面とかどうだったんですか。はい、あの人脈というものはですね、やはりそのアジアということではあのかなり充実をしましたね。どうしてもその IT 業界というのはすぐこうアメリカ、特に私は前職がやっぱ米国の会社ともあって、はい、米国が扱ったんですけども、シンガポールではアジア、それからもう一つですね、やっぱりヨーロッパですね。シンガポールはもともとこのイギリスと近いですから、はい、そういったこともあって、まあ、ディスプレイスの話にもつながるわけですけども、実際いくつかの結果にはつながってきています。だからその意味ではその、まあ、人脈もあるでしょうし、その視野の広がりっていう部分が、その4年間はやっぱり大きかった。そうですね。はい、あの視野という意味ではやっぱりあの日本とアメリカだけだと狭いんです。でどういうふうに考えてどういうふうに、まあ、実行されているかというところを、まあ、知る機会としては非常に貴重でしたね。よかったと。よかったですね。もう間違いなくよかった。ビジネスキャリアという意味では最高によかった。そうですね。はい、これはあの非常に糧になっていると思います。実際にあの私だけじゃなくって、まあ、もちろんオフィスもスタートしましたし、あのこちら東京のメンバーですね、はい、あの海外テレワークというのもシンガポールでやったんですよ。でシンガポールに行って仕事をしてみる、あのそこに出張じゃなくてそこからリモートでやってみるというようなこともやってみました。これもあのマネージャー層からやりましたので、こういった経験も、まあ、予期はしなかったですけども生きている。それが今回のまあコロナ禍でのテレワーク等々にもやっぱり事前の活動をしていただけにスピーディー迅速に対応できた。そうですね。例えばその上の人がマネージャー層がシンガポールからマネージするわけです。これってもう行ってなんかここというだとか申請できない、物理的にできないところをこうやって、まあ、そういったところが例えばさっきご紹介した評価制度をちゃんとですねリモートでもできるといったようなことにもつながっていると考えています。はい、から、いただいたご質問等々いろいろ聞いていきたいと思うんですが、はい、平野社長の10月5日付のツイッターで、はい、官邸で政府のデジタル施策について話してきたとツイートされていました。私も拝見しました。はい、社長の顔が官邸でありました、はい、このツイートは菅政権の政策デジタル庁創設に関係することと考えて良いでしょうかと個人的にお答えできる範囲でお答えください。はい、まず関係することです。まあ、あの菅さんになったからこそちょっと呼ばれていったということですので、まあ、それに関係はしています。で、4つの提案に関してはこれは、まあ、現時点ではちょっと控えさせていただきますが、
うん、まあ、やっぱりこの機にですね、政府、それからこのそこに関わる社会というのを一気にやっぱりデジタル化進めていきたいと考えています。これ、日経の記事の中でも取り上げられていて、同じことがですね、その、はい、菅首相が行政のデジタル化を進める中、自治体などからの引き合いも多く5年10年先に起きると思っていることが前倒しとこうつながっているんですけども、はい、やっぱりこのスピードアップっていうのが出てきていますし、今、はい、官の方もようやく動き始めて、これもスピード出てきそうというところですね。はい、そうですね、はい、やっぱりデジタル化っていうのは今回コロナの中で給付金もですね、はい、迅速な給付ができなかった。しかもこれ自治体でバラバラ、ひどいもんですよ、あれは。はい、財務省と経産省、中小企業庁とバラバラですからね。はい、あそこでもうやはり露呈しましたので、まあ、菅さんとしてはもう一丁目一番地として進められるということは、まあ、これまでよりは圧倒的に早く進むと期待しています。私も別枠の給付金を欲しいと思って、別枠100万円くれるやつなんですよ。あ、事業、ね、事業、はい、申請してるんですけど、はい、3ヶ月経ってもまだ書類のやり取り、紙ですか？いや、ネット上の。ネットですか？いや、もっと笑えるのは、はい、最初ネットでこうやってるじゃないですか、はい、最終的に紙で郵便が来ました。はい、やっぱりそうですよ。あなたが必要なのはこの書類ですから、これを送ってくれ、はい、今までずっとネットでやってたのに、はい、まだ経産省紙いるんだ。はいはい、これはやっぱ打破しなきゃいけないってことですか？ですね、できると確信してまして、それも実はシンガポールの経験を言ってまして、向こうに行ったらもう政府提出の書類からなんか全部ネットで OK なんですよ。で、サインってのもありますけど、サインもデジタルで OK なんですよね。ですから全て部屋に実務わけです。出て行ったり郵送したりしなくて済む。はい、途中まではね、進んできたなと思ってたんですけど、はい、最後の最後に紙が、その紙もですね、本人確認通知がいるとか、はい、わけわかんない郵便ですね、はい、これはまだこれからだなと。そうですね、最後にハンコがいるみたいなもんですね。そうなんです。不思議でした。もう一つ、はい、デジタル庁創設に100人の民間人を起用すると発表されています。はい、平野社長、もしくは社員の方が選ばれる可能性はありますか？アステリアがデジタル庁創設に何だか関わると考えて良いでしょうか？はい、まあ、これはなかなかストレートな質問ですね。かなりストレートですね。はい、まあ、100人の民間人というのは、まあ、これまでもいろいろ接点はありましたけども、まあ、100人という数字は割と最近出てきた数字でして、まあ、ここに入るかどうかというのはちょっと、まあ、現時点では何とも言えないと、まあ、そうですよね、いうことしか言えないです。だからこれはですね、100人というのは各社が自社の製品とかサービスを採用してほしくて入るものではないんですね。これやはり政府ですとか社会のデジタル化というところですから、まあ、これが今日決算発表会ですけど、その、まあ、選ばれたとしても直接これがですね、すぐに決算に結びつくのかと、ここは分けて考えた方がいいと思います。私自身はもうすでにいろいろ提案とかしておりますので、まあ、貢献はしていきたいと考えておりますけれども、まあ、この民間人を起用するということに関しては、まあ、現時点では何とも言えないということです。で、何らか関わるかというところで言いますと、もうすでに提案としておりまして、どうでしょう、その度合いをどう見るかですね。今準備室の方はかなり聞く身を持っていらっしゃいますので、どちらかというとアクションを起こすかどうか、こちら側が民間側ですねということにかかっていると考えています。これはそのやっぱりそのデジタル庁創設っていう意味でいくと、その目先の利害っていうことよりは、はい、やっぱりその志ですとか、そっちの問題です、大義の問題とか、そっちですよね。そうですね、はい、で逆に言うとそれがない人たちがやってもらっても困るって話ですよね。困りますし、まあ、選ばれないとは思います、さすがに。今安倍さんの時代にいろいろ人選で問題があったりしてますので、かなり、注意して選ばれるんじゃないかと思います。で、私が付け加えると、これやっぱ求められるのはスピードだと思うんですよ。はい、お役人官庁のってスピードを完璧を求めているのかよくわかんないですけど、スピードが遅いなというイメージ、これやっぱスピード感が出てこないといけないということですね。はい、民間に期待されるのはそこだと思います。やっぱりもちろん役所の方々もできるだけ早くと
ということになるんですが、デジタル庁って例えばまず何がいるかというと法律が必要なんですね。民間のように社長がいたから部門ができるというわけにはいかないんですね。根拠となる法律がないといけない。そうなんですね。ですから今実は準備室何やってるかというと法律を作っているんですね。ではその法律がいろんな私たちが言っているような要望がちゃんとできるような法律っていうのは非常にプロフェッショナルな、まあ、仕事をされていまして、まあ、そういったことを経て、でもやっぱりその民間のスピードというのは取り入れたいものだというふうに私は捉えています。あとはどうでしょう、省庁横断的になるように思われるんですが、その動きでしょうか。はい、その通りですね。ただやはり、ここ現実的な話で言うと、省庁の利害とあるんです。省益ですよね。ある意味、取り上げるところがあるわけです、デジタル庁が。こういったところの調整というのは、やはり今後出てくるんですね。そのやり取りが時間がかかる可能性はあると。あまり多くは。まあ意味はないです。意味はないですけどね。まあしょうがないですね。もう一つ、はい、今度は会社の話になります。はい、まあさっきの会社の話ですけども、業績面で、はい、本体の売り上げが伸びてないこと以外は、すべて満足しています、はい。ありがとうございます。という、かぶりさんですよね、多分ね。はい、売り上げが伸びていない要因は何でしょうかというのが一つ目。はい、これ。本体というのは連結という意味でしょうかね、多分ですよね。はい、はい、これは売上が伸びていないですけども、先ほどご説明しました通り、実は売上下がっているとあるんですね。前期比ではデザインサービスユニットは売上下がっていて、それをカバーしても実は連結の売上は伸びているということで、2つのビジネスユニット、つまりエンタープライズとネットサービスというところはしっかり伸びています。で、それが鈍化している要因はもうこのデザインサービスのところだということになりますね。そこで追加ですけども、はい、社長デザインっていうことをおっしゃい始めたのは、はい、多分3年ぐらい前。そうですね。ディスプレイスの買収の時に、しっかり説明をしました。でデザインというものは将来、はい、やっぱりこれ重要だよっておっしゃってました。はい、デザインファーストと言いました。はい、で我々がマーケット株式市場で感じていることは、はい、どうもその3年前ぐらい社長がおっしゃったデザインというのが、はい、なんか重要視されてきたなという。そうですね、はい、そういう関連の上場もあったりします。そうなんですよ、はい、だからそういった意味でデザインという言葉が、でもこの先見の明と申し上げていいと思うんですけども、我々の耳にも響いてきますし、一部の方々はデザインというと本当に制作物と思ってましたけども、そうじゃないということが分かってきたみたいです。特に日本でデザインっていうとこう下請け作業のようなところが、はい、まあ、業態としても多いのでなかなか重視はされてこなかったんですけども、まあ、私たちが買収しましたディスプレイスはデザイン戦略コンサルなんですよね。はい、下請けでこうなんか書くんではなくて、まあ、デザイン戦略、まあ、今でいう DX の戦略コンサルのようなことをやっていて、それは全体のバランスですとか組織のデザインですとか、こういったトータルなノウハウと実際の提供物が必要になる。だから、まあ、その結果、まあ、こういうデザインになってくるんですが、その前提としては、このロゴデザインもディスプレイです。あ、そうですか。はい。綺麗です。はい。その前提として、経営戦略まで組み込んで、はい、まあ、コンサルということはありましたけど、はい、そこから出てくることが最終的にいろんなデザインになるっていう発想でいいわけですよね。その通りですね。日本でデザイン屋さんというと、まさに先ほど言ったような下請け的なところですけども、はい、まあ、以前から言ってきたのは、このうちのデザインサービスというものは、マッキンゼーさんとか、ボストンコンサルティングさんのような経営コンサルに近い。で、それで作戦を授けるだけではなくて、例えばアプリのプロトタイプだとか、ウェブのプロトタイプだとか、あとは必要なロゴデータだとか、そういうのをソフトウェアも提供する。これなんですね。で、それがデジタルのところだけに特化しているという、こういうものなんです。平野社長からデザインっていう言葉を聞いていたから、そのデザインっていうのは最近出てきてようやく理解できるようにはなっているんです、はい、ありがとうございました、教えていただいて。まあでも相場的には早すぎるんじゃないですか。相場はね、まだ全然早いです。3年後こんなの来ますみたいな。全然早いですよねということなんですけども、それからもう一つ、ライセンスからサブスクへの移行期が終盤になると予想される時期はいつ頃になりますでしょうか。はい、ありがとうございます。ライセンスからですね、サブスクへの移行期は終盤というのは、まあ、どうでしょう、S 字カーブでいうと上の
ゆっくりのところで、多分8割ぐらいかと思いますけれども、これは実は製品によって違いまして、ハンドブックはもう終盤ですね、もう終わり、とも言えます。出荷をしたですね、これ、2009年ですけども、この時は、サブスクが4割、そしてオンプレという1回だけいただくやつ、これが6割だったんですね。これがどん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 増えて、今やもう 99% サブスクですから、終盤になっていると。一方で、アステリアワーク、こちらは、まあ、サブスクを出したのも遅かったですけども、まだ、半分にもいってない状況でして、これが、終盤になると予想されるのは、もともとは5年以上かかると思ってましたが、これですね、非常に私期待しているのは、今回の DX、およびこのコロナ後のですね、ニューノーマルの波で、これどのぐらい早くできるかと、まあ、5割を超えてくるのが、早まるんではないかと期待をしています。余談ですが、やっぱりこれ、クラウドという発展は大きかったですか？大きいですよね。まあ、クラウドも、でもあれですよ。クラウドが言われ始めた2006年ですよね。まあまあ、5、6年は何もなく過ごしましたけど。その通りです。で、それがやっぱり定着をしてきたからこそ、いろんなものがあるんですね。まあ、もちろんこの DX のベースも先ほど言ったようにそうですし、まあ、テクノロジー的にも例えば AI だって、クラウドがあるからこそあれだけ大きなコンピューターリソース、資源を使えるし、ブロックチェーンだってクラウドなしにはないんです。はい。でこれもちょっと話しておきますけども、はい、DX 関係っていうことでちょっと質問があるんですが、補助金っていうものにはどういうふうに物事を考えたりですか、はい、DX からの補助金の話出てますけど、はい、この、まあ、経産省などはじめとする補助金って、まあ、今 DX と言ってますけど、前も IT 化補助金ってあるんですよ。連綿としてありまして、こういったところは適用するものはアステアワークも、それからハンドブックも、そこに認定を受けてですね、補助金が出るようにはこれまでもしていますので、まあ、これからもその枠組みがどうなるかというのはこれからですけども、枠に当てはまる限りのことで、まあ、補助金適用して、まあ、世の中に中小企業でも入れてもらえるようにしていきます。そうするとまあ株屋として生々しく考えるのは、はい、ということは相手先に補助金が入るんだったら、御社の DX 絡みっていうのは、はい、いいかなっていう。まあうちだけに限らないですから、ね、まあもちろん、まあ、はい、そうなんですが、はい、その中ではやっぱりこのファンダメンタルなベースの部分なんです、つなぐっていうのはね、はい、ここは適用の範囲としては非常に広いということは言えると思います。だから、まあ、あと地方自治体からの話とかやっぱこう出てきてるって見ていいですか？そうですね、まあ、ここにもありますよね、新聞にも。そうですよね、実際に自治体自身がもう DX と名付けた部門を作ったりというところまで出てきてますので、そういったところへの貢献というのはこれから多いと思いますし、自治体ごとでやってもまたこれもまた縦割りみたいになりますから、私たちはつなぐというところで、中央と自治体とか自治体同士、こういったところの連携のところまで進めていきたいと考えています。これがまたバラバラですよね。そうなんです、実際問題としては、はい、もちろん自主性の問題はあるんですけど、はい、究極すれば日本の自治体って同じ法律が適用されています。アメリカみたいに州法があるわけじゃないんですね。ですから本当は自治体の規模ごとぐらいに数種類の基盤があればいい話です。でもまあそこまでにはすぐにはいかないんですから、はい、まあ、今回のような国の政策である程度進めて、まあ、ワンステップ化でそういったところに、まあ、行くのは間違い、そこにはやっぱつなぐっていうことが必須になってきますね。まさに御社の本領であるつなぐ、はい、これは必要だということですね、はい、ガラッと変わります、はい、新卒採用についてです。はい、規模の拡大に決意を持って舵を切ったことは素晴らしいと思いますとエールがまず送られています。はい、企業は人なりとも言います。お答えできる範囲で内定の人数あるいは属性、国立私立文系理系学士修士博士など教えていただきたいということと、まあ、今後の採用戦略についても伺いますかという質問が来ています。はい、わかりました。まあ、新卒採用ですね、これ実は創業来初なんですね。これまでやっぱり即戦力、しかも少数精鋭ということでキャリア採用のみをやってきたんですけども、まあ、今回のコロナ禍、そして大量のですね内定取り消し、はい、まあ、ここを受けまして、まあ、新卒の採用の、まあ、決断をしました。で、この規模の拡大への決意ということなんですけども、
ここはちょっと一言私コメントをしておきますけれども、はい、21世紀型の組織というものは規模の大きさと事業の大きさが比例しないんですね。20世紀型は大きい企業が大きなプロジェクトできるだったんですけども、私たちのつなぐテクノロジーをもってすると小さいところが必要に応じてつながって大きなことができるということなんです。ですから私たちがどん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 大きくなって肥大化したら、これもう荒野の白馬岡になってしまいますから、できるだけ小さなチームで大きいことをやるというのが私の考えです。まあ、その中でもやはり新しい力、そしてまあ、若い世代のですね、ネットワークって非常に大事ですから、まあ、新卒でも非常に重要な位置を意味を持って今回決断しています。で、内容はですね、それは申し訳ありません。ただ当社の採用はエンジニア向けの新卒と、あとビジネス、それ以外のですね、事業系の新卒と2つ分けて、まあ、募集をしておりました。どちらもですね、かなりの数来ていただいているという状況であります。つまり、文系理系両方だよねっていう話ですね。理系だけではないよという話ですね。はい、それは両方ですし、文系だからといってエンジニアができないわけじゃないんですね。実は今回開設しました熊本 R&D センターのセンター長、まあ、天才的なエンジニアではありますけども、なんと文系なんですね。理系じゃないと。はい、文系出身。時々聞きますよね、はい、エンジニア文系でもすごいできる人いるんだよって話は。いますね、ええ、その何でしょう、長いことプログラミングをしてきたというよりは、まずロジカルシンキングが、これは必要です。でもこれって別に理系だけの特権ではなくて、文章を分かりやすく作るだとか、ロジックを組む、これはやっぱりそのロジカルシンキングというところは重要ですし、あとやはり発想力ですね。受け負いだったら発想いらないんですけど、いや言われた通りやればいいと、うちはそのプロダクトベンダーですから、発想力、それはプロダクト全体の発想ではなくて、このある部分のコーディングをどう作るか、こういったところまで生きてくるんですね、うん、ということで、まあ、今後の採用戦略も今お話しいただいた中にあるということですね。そうですね、はい、やはり優秀な人たちをどう取るか、人数じゃないんですね。これはもう本当にスケールするのは人のこの知力、経験、そしてそのアウトプット、発揮力ですので、そういう人をどう取るか。だから今回もその勤務地問わないというのはそれの一環ですね。自分が働きたいところで働ける。そのためにはもう宣伝文句だけではなくて、もううちはその環境を整えています。で、実証しています。というようなところから、まあ、この新しい、他にできない採用戦略を取って、もう一つ採用についてですが、募集記事をよく目にしますが、はい、人材は集まってますでしょうか、また人手が足らないために失注につながるようなことはないでしょうかって、多分ないと思うんですけど、はい、そうですね、募集を結構積極的にやっております。で、応募はかなり来ています、はい、ただ何ですかね、採用率は低いです。うちは要は頭数商売ではないですから、本当に、今後長きにわたって、力を発揮してくれる人という意味では、採用率は、合格率というと言い過ぎですけども、は、高くないですね。で、人手が足らないために失注につながることはないです。これはそう思います、はい、それから、まあ、やっぱり本当に必要な人材だけを採用していくっていうこと、うん、要するに因数合わせっていう、戦前の軍隊からあったような因数合わせっていうのは20世紀の話ですから、はい、これは全く無縁だって話ですよね。はい、うちは無縁ですけど、実は業界としてはまだ無縁じゃないんですね。やっぱりその請負いのものというのは個別に作りますから、受注が増えるとエンジニアがより多くいる、だから受けられないみたいな話は、これは受注型だとあるんですけど、うちは一切ない、はい、ということです。もう社長に最初に会った時に、請負い型じゃないからね、うちはもう汎用ソフトで儲かってる会社はたくさんあるんだから、うち汎用ソフトで行くんだと、これすっごいビビーなことですよね、うん、最終的には日の丸ソフトで世界設計するぞみたいな。まあ、日の丸とは言いませんけど、今もううちも多国籍ですから、ですね、まあ、私たちのもので世界中で使ってもらうということを目指しています。考えてみたら、そのマイクロソフトなんかでも1枚作って、1枚っていうんですか、なんか1個作って、それ汎用性を持って世界中に展開してるわけですから、はい、それと同じ発想でいいわけですか。その通りですよ。まあ、最近はね、GAFA 批判よくありますけども、もう
だってやってることが違うわけですよね。あのように本当スケールを大事にして1個のものをデジタルの良さに関してコピーをできる、こういったモデルを取らなくて言ってると単に批判してるだけですよね。やっぱりあの同じようなモデルの企業が日本にもっともっと増えればチャンスはもっと上がる。だから今批判されてますけど、はい、スタートアップの時は誰も相手にしないわけですよね。そうです。何それみたいな。あれですよ、大学生2人で始めたばっかりですから。だからそれはここまで努力があったからあれだけでかくなっちゃうっていろいろ言われてますけど、はい、それは正解だったってことですよね、やってること。そうですね、まあ、努力だけでなくて、もう一つはやはりその投資スキームです。あの日本の場合、まあ、投資家の方々いらっしゃいますけど、まあ、エンジェルですらあの桁が違います。ベンチャーキャピタルですら桁が違います。ですからその最初の時にぐっとこうアクセル踏める度合いがやっぱり違うのがありますね。あともう一つは企業の方々いるんですけど、いまだにやっぱりこの大企業の方がいい、親が嬉しいみたいなことがまだまだありますんで、なかなかスタートアップは増えない。ここの問題ですね。いや、この国の問題としてあるということですね。はい、ありますね。はいはい、そして、自社株買い、はい、前回は自社株買いルールのため公表した数まで買えませんでしたよね。はい、流動性がまだ足りないと思うのですが、分割を考慮したことはないのでしょうか。CEO の株価に関するアンサーを聞くと、市場の評価に不満があるように見受けられますと言われております。で、株価に関心のある会社は分割をする傾向があるかと思います。上場している新興企業の中には、株価が低迷しているときに分割をし、会社成長に自信を持っているゆえか分割をし、株価を高値に持っていった新興企業もあり、その後も順調に業績株価を伸ばしている会社もあります。その点、自社株買い、それから分割、これのお考えはいかがでしょうか。はい、分かりました。まあ、あの自社株買いに関しては株主還元 の、 あの一環ということと、まあ、うちの場合はもう一つですね、買収等に充てるというようなことで、あの二面性があります。ですので、まあ、その2つを勘案して、かつ将来的にこれが、株主の皆様にとっても有利であるようなタイミングというものを考えて、これまでもあの複数回自社株買いをしてきています。で、まあ、流動性に関して言うとですね、あの現在そんなにあの足りない、あの市場の中で足りない方だとは考えておりません。まあ、あの直近のですね、あの売買数見ていただいてもそうですし、あの発行数超えるようなあの回転がある時もあるというようなことでは、流動性というよりはいろんなあの前回ですね、足りなかったというのは、まあ、あのその時ちょっとそうだったんですけども、まあ、株数が足りないというよりはやはりあの積極的に売買していただくようなあの会社になるということに注力をしたいというふうに考えています。で、市場の評価に不満があるという、まああのまああれですね、投資家の方々への不満というわけではないんですが、やはりあのこれは私たちが特に、昨今ですね、やはり、デザインサービスでの売上の落ち込み及び赤字というところで期待を裏切ったというところが大きく影響していると思いますので、まずベースの数字を出した上で今後へのですね期待、やはり業績と将来の期待というのは非常に大きなパラメーターだと考えていますので、そちらを私たちの力で埋めていきたいと考えています。分割に関してなんですけども、分割も私たちは分割したことはあります。で、これに関してはですね、まあ、分割であの株価を上げるというのは、これは私はダウト、あのそれはあのそういう効果があるとは考えていません。で、もちろんそこからその後あのどのようにあの資金ですとか、資本政策を取るかということに依存してまして、株価対策で分割をすることはないということだけはちょっと申し上げておきます。はい、あとあの今は昔の話してもいいですか。はい、昔話。今は昔の話。はい、あの最初にここに来て平野社長と対談した時ってもうだいぶ前なんですけど、はい、あの株主割当増資、ああそうですね、あれも分割の一種類ですよね。はい、もう結構部員が多かったじゃないですか。そうですね、あれは、まあ、2分割同じ効果ですよね、はい、2倍で、その時、はい、いやいやこれそうじゃないんだよっていうのは、ね、1時間以上お話しした雪の日ですよ。しかもバレンタインデーですよ、はい、2月14日でしたね。で雪降ってきて帰れそうになる、帰れないかなと思っているのにずっとやってましたけども、
あれ結局あの分割って流動性増えてよかったってことになりますよね。まあ株価も上がりましたけど、そう。そうですね。あの時は、まあ、流動性2倍で理論通りの株価になればもっと良かったんですけれども、まあ、あの株価で、流動性が増えるということは、まあ、危険だと考えて途中でですね、やめていますけども、まあ、あの時増えたものというのは流動性、結果的には流動性の増加というのは貢献はしています。だからそういう意味ではその株価の流動性について平井社長の認識がないわけじゃなくて、ずっと真剣に考えておられるということですよね。はい、流動性はすごく大事だと考えています。はい、流動性を確保するというのはやっぱり多くの株主の方が売買していただくことと、あとはやっぱり流動株が多いことをですね、うちの大株主見ていただいて分かると思うんですが、私が1位ですけど2割ないんですよね。まあ、15% もないですけども、はい、大株主がドーンと持っているようなところでなかなかやはり動きが難しい。そういう中ではもう上場、最初に上場2007年からですね、もう半分ぐらいは外の株主なんですね。で、中の、外の株主というよりいわゆる完全流動するベンチャーキャピタルですね。でさらに外の株主が2割ぐらい、自分たちは3割ぐらいしかない、まあ、そういうところでやってきていますので、それからずっと流動性というのは気にしてますし、あとそのやっぱり人気といいますか、皆さんが関心を持ってくださる、こういったところへの流動性というのは極めて重視をしています。分割ではないという、それだけですね。はいはい、それともう一つ、今度は株主優待、はい、ずっと前から株主優待を検討するとおっしゃっていましたが、はい、全くその気配がございません。はい、で途中で抜きますけど、いろんな例があるんで、はい、記者は、本社はその点、中長期の株主に対する待遇が冷たいと思います。はい、いろいろクオカード送ってくれたり、ロゴ EC で送ってくれたり会社もあるんだけども、はい、その点はどうでしょうかというご質問があります。はい、ありがとうございます。株主優待に関しては、まあ、以前も言いましたけども、やはりこの株主の方々に、本当に当社としても意味のあるようなものが何かできれば、例えばコンシューマー製品を作っていらっしゃる会社はそれを渡して使っていただくというようなことをやっていらっしゃいます。例えば当社の株主のパナソニックアイスさんとかはパナソニック製品をですね、まあ、今上場配信ですけども上場されてた時は配られたりしていまして、まあ、そういうこうストーリーもあって価値もあるものであればということでずっと考えておりますけど、現在ご指摘の通り、実施はしていないということですね。まあ、実際この優待というものがどういうふうに株主の皆さんの還元になるかどうか、それよりも配当してくれというご意見も一方でありますし、それよりも株価に注力をしてくれというご意見もありますので、まあ、様々な株主の皆様のご意見をベースにしながらのことも検討を続けていきたいと考えています。あえて私が言う必要もないんですけど、はい、ここで言うときっとわーっと怒られるんですけど、私があえて言いますけど、株主優待って株価が上がらない時の政策なんですよ。はい、要するに株式不況の時にみんなに株に興味持ってもらいたいからって株主優待ってこうつけたわけですよ。はい、その前は電鉄会社とか工業に関わる優待だったわけです。はい、それが株価低迷期になぜかこっち向いてもらいたいから、はい、本業に全く関係ないお米とかを出してきて、でそれが今当たり前のようになってるんですが、うん、今社長おっしゃったように、まあ、配当とか株価とかこちらにやっぱり興味を持たれる、それがメインであって、うん、株価が良くなってきた時に優待って本当にいりますかっていうね、疑問がありますといったところは個人的に考えてるんで、またこれ言うと怒られるんですけど、優待なんか昔の代物だって言っちゃうと怒られるんですけど、でもその通りなんです。本業に関係ない限りは配当で報いればいいというのが私の意見です。賛否両論ある、個人的な私の意見です。はい、もう一つ、投資なくして成長なしとの方針で、はい、総額200億円までは可能であると言われていた投資の部分、はいはい、今後の展開は、いかがでしょうか。はい、わかりました。こちら中期経営計画の中でですね、投資なくして成長なしということで、まあ、これは中期経営計画そのものは取り下げておりますけども、この方針には全く変わりがないとい
ような状況です。まあ、そのために昨年にはアステアビジョンファンドもテキサスの方に立ち上げておりますし、すでに国際的に2社に投資をして、その成果、まあ、1700万円程度ですけども、益も出しているというような状況です。現時点ではこのファンドの総額は約3億円程度ですね。まだその目標であった200億円にはいってませんが、まあ、今後とも増やしていきたいと考えています。でこれちょっとだけ細かいことですが補足しておきますと、総額200億円まで可能である、あの状態で可能であるということではなくて、200億円が可能であるように成長させていきたいということです。でこれはですね、もともとの中期経営計画ですと資金調達も含めてかなり今よりは大きい状況でしたけども、まあ、昨年の状況ですね、まあ、利益そして株価などの状況で、まあ、現時点で200億というのは届かないような状況です。私たち自身が今、まあ、精一杯資金調達をしても100億届かないぐらいかと思います。こういったところをですね、余力をさらに増やして200億といったようなところにしていきたいと考えておりますが、これあくまでも投資のためですから、現金持っておきたいってことではないんですね。そういったターゲットも含めて必要なものが調達できる、こういう形に持っていく。例えば今回の決算でこれまた余力が増えているんですね。これは私たちのキャッシュだけではなくて金融機関の信頼、こういったところも生まれますから、こういうことを積み重ねて、まずはこの200億というところは目指していきたいと考えています。はい、はい、そして、はい、大晦日のさだまさしさんの番組をやってるようなんですが、はい、知ってます？2人でね、こういろいろ紙が入ってきて読んだりするわけです。はい、さだまさしが歌ったりするわけですよ。今日社長歌わないと思いますけど、入ってきて見ていいですか？はい、あ、いいです。今来た質問、はい、住所が書いてあるんですよ。広島県とか北海道とか書いてないんですけど、はい、ペンネームとかないんですね。社長、さだまさしよりサザンの方ですかね？そうですね。まあいいんですけど、先般、はいはい、の決算説明会の資料には4つの D という資料がなかったのですが、その戦略はコロナ禍で見直したということなのでしょうか？これは違うとは思うので、どうでしょう？はい、4つの D はそのまんまです。はい、CAR というのは4つの D の上に載っているものです。はい、でこれまでデザインファーストの時代が来るとおっしゃっていましたが、コロナ禍でも引き続きデザインファーストの時代が来るという認識でよろしいのでしょうかって、これさっきちょっと言っていただきましたね。はい、でその時代を見据えてどのような事業を今後展開していくのか教えてください。はい、分かりました。デザインファーストの時代はですね、私が申し上げました通り、これまで考えていたより早く来ると思います。それはなぜなら、デザインファーストをドライブするのはですね、まずベースとして情報システム部門から現場へのソフトウェアの選択のシフトで、それをドライブしているのが企業向けのソフトウェアがクラウド化することとアプリ化することなんですね。従来は情報システム部門が構築をして試すというような形だったんですけど、クラウドとかアプリというのは、ね、ご存じのとおり現場ですぐ使ってみるわけで、サインアップすれば使える。ですから、今この CAR クラウド進みます、 DX 進みます。そうするとデザインファースト、現場の評価軸が進みますから、これはもう今まで言ってたよりもさらに 4D というのは早く進む。で、どういった展開かというと、これもう私たちが読んでた通りなので、はっきり言って変わりません。変わりません。はい、今まで考えていたことが、前倒しで進む。例えばプラティオとかグラビオっていうのも、市場はいつできるのかと言われてましたけども、3密回避もすぐ目の前で役立つわけですね。そしていろんな事業アプリも役立つということで、こういったところを前から読んでいたことを、この変化の中にですね、投入をしてしっかり役立っていく、こういう考えです。はい、もう一つあります。はい、熊本県から秋田県からよくわかんないですけど、コロナがワクチンの影響で収束しても、政府がデジタル化を推進しているので、民間企業でもこれからかなりデジタル化が進むと考えられます。はい、今ほど伺った通り、はい、今後データ連携の市場はどれくらいの伸びになると予想してますでしょうか？はい、ありがとうございます。これデータ連携の市場というのはですね、これまでパッケージで出ている資料、リサーチ会社大体3社ぐらいこの辺のリサーチを出してますけども、大体年間 5% 程度なんですね。今回アステリアの事業は 14%
15% 近く伸びてますから、まあ、それをかなり上回っているわけですけれども、今後このデジタル化および DX というのはこうデータ連携を避けて通れないですね。先ほどの自治体の話にしたって中央とつながらないと話にもならないわけですね。民間も同じですけれども、ここの市場がどのぐらいになるか、まあ、少なくとも倍にはなると思います。まあ、5年10年かかるものが2年3年となると、まあ、計算上もっとかもしれませんけども、そういったところになる。で、そこに対してですね、私たち自身がどのぐらい取っていくかということで言うと、これは市場の通りだと、まあ、2倍ですけども、もっと取ることも可能だと思いますし、あとはこの統計というものはどうしてもですね、対象を固定して、その前年比較のために対象を固定してますけども、正直自治体とか入ってないんですよ、調査対象に。だから何とも言えないっていう、市場データとしてどうなるかというのは今のところ何とも言えないですけど、加速するのは間違いないというふうに考えています。はい、でここからのディスプレッサーについての質問がいくつかあります。はいはい、ディスプレッサーの進出は近い将来 1,2 年のうちに実現すると考えてよろしいでしょうか。はい、ディスプレッサー進出というのは、これは日本進出のことですかね。どういうことですか。はい、でしょうね。はい、ディスプレッサーの進出ということで言うと、このコロナ禍というのは一つ影響はあります。もともと中期経営計画の中に東京スタジオというものは入れておりましたけども、これがどのぐらい実現するかですね。今私たちがこの持っているメソドロジーというものがあります、デザイン戦略コンサルの。これをちゃんとインプリしないと私たちが出る意味がないんですね。オフィスを作るだとか人を雇うではなくて、この私たちの独自の手法を価値として提供したいので、これができることというのが前提です。で、年度内はないです。これはもうディスプレイスのメンバーが動けませんから。で、来年以降はありえます。リサーチは実は中期経営計画を発表した年からすでに始めてまして、現在も止まることなくリサーチは動いています。まあ、そういう中で、いいタイミング、特にメンバーですね、これは大事です。頭数の商売ではありませんから、こういったところのチームができそうなところ、来年以降、まあ、私たちも期待をしています。これは、2つ目ですが、株主さんかな、はい、はい、ディスプレイスの売上収益が引き続き少なかったのが気になりました。はい、売上を回復させるために、はい、これすごいですね、ごめんなさい、どのような指示を与えていますか。はい、コロナパンデミックが落ち着くまでは仕方がないというお考えでしょうか。はい、どのような指示を与えていますかときました。はい、ディスプレイスの指示ですけれども、これ昨年の状況を内容まで分析してらっしゃる方はお分かりかと思いますが、赤字なんですね。で、構造的にも大きなお客様の要望に先行してお答えをしてお金をかけているような状況でした。これをもう完全に改めて、で、黒字化というのがもう私の今年の計画時点からの指示です。これ必達ですね。そのために必要なことを何でもやる。で、それを実現してくれたのが今のディスプレスのマネジメントチームです。で、売上なんですけども、売上に関しては落とすなというのが私の指示です。お客様も欧米ですから、既存のお客様もかなり既存しているんですね。ちょっとシャレてますね。シャレじゃないですけど、はい、この中でですね、少しでも新しいお客様を取って、そして売上水準を落とさないというものが私の指示です。これもなんとかご報告した通り達成をしている。欧米のこの状況はですね、何があれば上がるか、これはもうコロナがある程度ワクチンが出てですね、経済活動が再開するというのが一番大切なことです。で、それまでは今私たちが何をやってるかというと、そこの時に大きく伸びが得られるようにお客様の数を増やしています。まあ、これまでもいくつも発表もしていますが、もちろん発表できないお客さんもありますし、現在でもこの
欧米とですね、極めて厳しいコロナ禍の中でも新しいお客様というのは取れてますので、そこのための仕込みとして、顧客の数を増やす。黒字と顧客の数を増やす。これが来年以降の売り上げのための私の指針です。はい。あと、どこだろう、宮城県か、はい、岡山県か。ディスプレイする売り上げが今期の重要なポイントと思います。期末には従来並みの数字まで回復するでしょうというのは今のお話で網羅されていると考えていいですか。はい、これですね、従来というのは一昨年の数字を多分指されていると思います、はい、これは回復しません、3月までには、このコロナの状況というのは改善しません。ですから、私たちのお客様はダメージを受けている中で顧客を増やしてなんとか黒字と、そして顧客数を増やす、それは、来年度以降のですね、売上増のために今やっておくべきことなんですね。では打っているということですね。はい、もちろんです、はい、グッドパッチ PR100 倍超えた時期もありますが、はい、アステリアは逆にディスプレイス要因で、ディスプレイス原因で逆にディスカウントされていると思います、はい、同じように市場から評価されるには何が必要かと思いになられますか。はい、これはまず一つはですね、ディスプレイスが足を引っ張らないことですね、他社さんの財務というのはありますが、ディスプレイスはその前の2年間とても業績が良かったです。それが一転して赤字ですから、このギャップというのは非常に激しかったわけですね。ですので、いかにこう財務的なことをスナップショットで比べることができても、実はやっぱその差分というものが、投資家の皆様の心理に大きく影響すると思います。つまり、端的に言うとディスプレイスの事業がですね、期待を裏切った、そういったことでやはり、持つことに、なんでしょう、継続して持たないという判断をされた投資家の方々が多かったということが、株価に反映していると思います。つまり、じゃあ回復のために何が必要かというと同じですね、実績とそれに基づく信頼というものを回復させることで、非常に高く将来評価されているようなところにもう一度たどり着けると考えています。はい、次に製品に関する質問のところに行きますが、はい、提言ですね、アナログとデジタルの連携ツールに参入してはいかがでしょうか、はい、手書き文字、紙媒体などをデジタル文字に変換する技術の会社と協業して、アナログデータ、紙などのアナログデータを各種製品とをデータ連携すればビジネスのフィールドが格段に広がります。DX 通信企業いかがでしょうか。アナログとデジタルの連携ツール参入。はい、一言で言うと参入しません。しません。はい。はい、そういう会社とですね、連携することはあります。じゃあつなぐ会社ですから、はい、そういうワークのアダプターを出すことはありますが、当社は参入しません。はい、なぜならばこの市場は、一時的だからですね。はい、最終的には。全てがデジタルになれば、そうですね、アナログとの橋渡しツールとはいらないですね。ですから、5年10年売れる製品サービスということで考えると、参入をせずにパートナーシップでこの領域に取り組んでいきます。その方がより効率的だし前向きだということですね。まあそうですし、あと利益率も高い、はい、そうですね、はい、アステリアのエッジソリューションパック、同じ代理店経由、アステリアと同じ代理店経由での販売でしょうか。はい、ソリューションパックに関しては、アステリアワープ側の、パートナーがまずメインになります。で、それの先にグラビオのパートナーというのもありますが、グラビオの、パートナーというのはまだアステリアほど、多くありませんから、グラビオそのもののパートナーの、エコシステムがある程度できた時点でそちらに展開していくという形を考えています。はい、プラティオもそのような計画はありますか。そうですね、プラティオは少し先行していまして、こちらですね、今回のコロナ禍で非常に認知度が上がったことから売りたいという話が非常に出てきていますので、パートナーの展開というものを今アクセルを踏んでいるところです。プラティオやグラビオは来期から単独で説明資料に載せられるくらい販売したいとのことでしたが、進捗はいかがでしょうか。はい、プラティオグラビオですね、私も個別に報告をするということを本当に、心待ちにしております。現状で言いますと、今年度を過ぎて来年度からですね、この数字を、報告できるような状況になりつつあるというふうに考えています。
特に、まあ、コロナ禍ですね、これはもう明らかにプラスに作用しております。まあ、ここをですね、私たち自身、年度内どのように、この状況に応えて、来年以降の、まあ、いい報告につなげられるかということで、尽力してまいります。あと社長、はい、グラビオですけども、はい、あのカメラ機能、はい、これって、ずいぶん有効のような気がするんですが、この辺のコメントいかがでしょうか。はい、あのカメラはとても有効です。ただあの今世の中もたくさんカメラのソリューションありますが、はい、ほとんどが実はクラウドのソリューションなんですね。これさっきまで言ってることとなんか矛盾するようで矛盾してないんですけども、あのクラウドの時にとても気をつけないといけないのは、これは、アクセス、ハッキングとそして漏洩ですね。特にあの個人情報、はい、こういったものって非常に気をつけないといけないんですけども、グラビオはなんとエッジだけでも動きます。つまりクラウドにつながっていても、このカメラのソリューションを使えるわけですね。ですので、ここというのは特にあの今後、まあ、プライバシーに配慮して、もしくはいろんなリスクを低減するというところで、このグラビオのカメラ、およびこれあの単に写すだけじゃなくて AI 搭載ですから、はい、これあの人の認知もできますし、例えば、まあ、今後ですね、このコロナに対応したような、まだ発表しませんけど、ようなものもあの AI で分かるようになったりしますので、こういったところですね、グラビオの月額2万円からという非常にあるかな、他の数百万とかしますからね。僕さっきのあの病院とかね、はいはい、ああいうのにやっぱ使っていいですよね。あれ個人病院ですよ。そうですよね。あの大病院じゃないですもんね。歯医者さんとかね。はい。というありがたい製品。本当にだからあの世の中で普通に IoT が使われるということをコンセプトで出してますから、まあ、実際こういう事例も出てきている。まあ、これはあのまさにコロナ禍でですね、出てきた事例ですけども、こういったことが進展していきますし、はい、まあ、その事業営業としてはそれを進展させるという活動が必要になりますね。まあ、その先の製品にも期待をしておきたいということですね。はいはい、あとどうでしょう、その、はい、そういう、まあ、今2万円とお話ありましたけど、はい、デジタル関係導入の企業に対して法人税の減税検討されてますが、はい、実施された場合はやっぱり引き上げ期待できると考えていいですか。まあ、もちろんですね、期待はできるんですが、あの減税だからじゃないですね。じゃないですね。ニーズが高いからですよね。ニーズがあるからですよね。はい、これ自身はちょっと先ほどの質問にまあ関連しますけど、デジタル化、世の中のデジタル化をあの促進する要因にはなると思いますが、あのデジタル化のツールっていうのはステアワークだけではないですから、まあ、その中でですね、まあ、ある程度あの一定期間を区切れば少し多くなる要因はあるとは思います。はい、次のアステリアワープについて、はい、洗練された製品と感じています。汎用性の高さが最大の長所である一方、汎用性が高すぎて専門家以外には優位性が伝わりにくいとも感じます。ユースケースの蓄積と発信が肝と感じますが、イベント開催以外等での戦略などございますか。はい、そうですね、ありがとうございます。あの極めて自分で言うのも変ですが洗練されています。はい、2002年に出したんです。もう設計は2000年ぐらいから設計してますけども、それが未だにですねシェアナンバーワンで使っていただいているということは、もう本当にあのうちの開発設計部門ですね、まあ、褒めたい感謝したいぐらい、あの2002年でしょ、18年前ですよ。はい、だとまあ私も感じています。ありがとうございます。で、まあ、汎用性が高いんですが、これあのやはりシステムをつなぐ製品なんですね。グラビオとかプラティオというのは、これはあの現場でかなり使えるんですけども、これシステムアステリアはやはり、システムの知識がある程度いるということで、まあ、これをあのしっかり伝えていくために私たちがご指摘のですねユースケース、これに関してはもうすでに100件近い事例をですね、ウェブ、それからいろんな記事などで公開しております。このユースケースの蓄積っていうのはかなりのものがあるというふうに自信を持っています。で、発信なんですけども、まあ、こちらですね、こちらはやはりあの都度都度工夫が必要です。というのは世の中の関心事、皆様の現場の関心事も変わりますから、そういったところに合わせて、まあ、昨今ですね、ではやはり、広報ですとか、
いろんなですね、オンラインでの認知の向上、こういったところに力を入れております。まあ、こういったご意見いただくということは、もっともっとということだと思いますので、さらに力を入れていきたいと考えております。ありがとうございました。御社のアステリアワーク2024問題の解決にアステリアワーク必要不可欠なソフトだと思いますが、はい、業績にどれくらいの影響をもたらしますかというのがまず一つ、はい、それから二つが、以前中国でパナソニックのシステム会社様が約30名の技術者を擁し、はい、中国市場への参入を強化されていたとの話をお聞きした記憶がありますが、コロナ禍以降の進捗はいかがでしょうか。はい、2024年問題の解決にはですね、もちろん不可欠なソフトです。これはいろんなデータ移行、システム移行、それから適用というものにですね、非常に役立ちますし、これを使っていることでいろんな変化に適応しやすいという側面がありますので、非常に有用なのは間違いありません。ただ2000年問題の時もそうですけども、これというのはなかなかこうパッケージ的なものの特需には結びつかないんですね。システムの改造改変、適用といったところで、まあ、SI 的な、まさに受託的なところというのはこの少し上がることがあるかと思いますが、パッケージに関してはその場というよりはそれ以前にしっかりとここに準備をされるということが、まあ、常ですから、突然特需があるというよりは、ここからそこに問題、その問題に対応するためでのニーズ及び割合というのは増えると、こういう形になると思います。あと中国、はい、中国ですね、これパナソニック系のシステム会社さん、こちらですね、河南省の方で、まあ、私も行きましてね、そのキックオフ、発表に行ってきましたけども、こちらですね、コロナ禍の時はもう完全ストップをしておりました。で現在もう中国はもうほぼ復活してるんですね。面白いですよね。面白いですね。本当に地球上であそこだけと言っていいぐらい、うちもクイッシュにオフィスありますけど、はい、そこだけは全社に普通に出社しておりました、はい、もちろん対策が厳しいんですよ。うちのすみません、話がちょっとずれますけども、クイッシュのヘッドがですね、家から会社に行くまでに2回検問があるんです。検問で検温もされ、身分証も出し、行ったら全社員の体温を毎日市政府に出さないといけない。これぐらい管理されていて、しかもスマホのアプリですよ、よく紹介。誰がどこにいると。はい。で、あれでやってますから、やっぱりできますけど。そうすると今でもですか。今でもです。今でも。今でもです。ニュースって始めた時しか言わないです。部下の最初のことが見ても、社外見てましたけど。今でもです。だから、やっぱあそこまでの管理ができるかなっていうのはありますけども、で、この会社の、ちょっと話長くなりましたが、もちろん復帰をしています。ですので、こちらの技術者の方々もですね、今、アステリアワープというのを使って、かつ、今、増やそうとされていますので、まあ、今後ですね、いろんな事例、紹介できるということを、まあ、私自身も楽しみにしています。はい、あと、アステリアワークに戻りますけども、はい、日経の記事等々で自治体からの問い合わせが増えているということでしたが、はい、開示できる範囲内で具体的に教えていただけますか。はい、はい、これはですね、残念ながら開示できるものはありません、はい、民間以上に自治体さんは厳しいですから、そうですよね、はいはい、なかなかですね、これ問い合わせどころか事例になってもできない、 OK が出ないところが多いですね、はい、あと第二四半期の決算の数字にすでに入っていたんでしょうか、はい、どうでしょう。これは開示できるのか。これはですね、まあなんともですね、大きな形では入ってないです。なるほど、分かりました、はい、それから、今度どこ、富山県違うか、はい、大阪府知事とサイボーズの社長とのツイッター上でのやり取りで、はい、市が使用しているキントーンと政府が使用しているシステムとかうまく連携できず困っているというようなことをおっしゃってました、はい、今後そういうような需要があった際にはしっかり受注できるような自治体との販路はありますでしょうか。これはすみません、これ情報ありがとうございます。これですね、早速青野さんに連絡を取りたいと思いますが、はい、はい、自治体との販路って自治体はですね直接買うことはほぼないです、SI屋さんですね、特にうちが、まあ、マスターパートナーになっていただいてます NEC さんですとか日立系さんですとか、まあ、こういったところの経由で入りますので、もう全国津々浦々販路はあるということ
になります。まあ、この事案に関してはちょっと個別に対応させていただきます。はい、もう一つ、去年四半期ごとに 10% 以上伸びていたアステリアワープのサブスク売上が今年の第一四半期から連続で伸びていないのは何か理由があるのでしょうか。第一四半期の際は来年度末に解約が出るということでしたが、第二四半期の今回はどういう理由でしょうか。サブスクで分類されているものの中に期限限定で積み上がりにくいものはありますか。もしあるのであれば別途資料等々を記載していただけませんでしょうかというご質問。あ、はい、これはですね、非常にポイントのついた質問ですね。サブスクのですね、売上なんですけども、これはサブスクというのはその定義により、月額課金なんですね。でアステアワープのこのサブスクの中には、実はやはりその移行システム移行なので、一時期も最初から期間を決めて使われるという用途もあるんですね。もうこれはまさにサブスクだからこそできる用途なんですけれども、これがやはり第3四半期から第4四半期にかけて伸びます。そしてそれが第1四半期、第2四半期ってちょっと減ってくるんですね。なぜならばこのシステムのカットオーバーというものは SI システムインテグレーターさんのこの年度というものに応じて第4四半期が一番多いんです。そうなるとそこに向けてそのデータ移行というものが発生をして、でカットオーバーしてもしばらくは平行稼働みたいなのがありますから、そこで、徐々に減ってくるというようなことで、まあ、私たちこれ解約とは捉えてなくて、本当おっしゃる通り期間限定で最初からのものなんですね。で、こちらは確かにその分かりにくいというようなことがあります。まあ、これ季節要因ですので、まず今の資料でいうとイヤーオンイヤーですね、1年前と比べていただくといかに伸びているかというのがお分かりいただけますけれども、この季節要因の分かりやすい資料というのをちょっと今研究をしておりますので、ちょっとご意見参考にさせていただきます。ありがとうございます。データ検討課題ということですね。はいはい、マラソンクエスチョンタイム、予定の時間まであと10分弱となってまいりましたが、どうぞ聞いていきます。グラビオについて、じゃあ回答も二酸化炭素の関心について、はい、グラビオ売ってつけだと思いますが、はい、確かに北海道ではどうなんでしょう、使われてないんでしょうか、はい、ということです。北海道ではまだ使われていません。大きなビジネスチャンスで待っている人たちが多いんじゃないかと思います、はい、というご意見。はい、私もそう思います。はい、頑張ってください。グラビオの普及のためお試しとして病院介護施設学校行政機関に短期間でも無償提供することはできないでしょうか。はい、そうですね、これは検討しております。はい、効果があるなら有償で利用し継続クライアントになれると思うですが、思うのですが、いかがでしょうか。応援してくれてますね、質問が。はい、ありがとうございます。質問が応援してくれてます。はい、AVF について、はい、第二四半期の AVF の評価額はいくらですか。はい、AVF はですね、これは AVF という、組織ですので、多分ご質問は投資先の評価額、はい、だと思います。で第二四半期の、この投資先の評価額は、ね、実は年度末の3月末の数字から変わっておりません。年度末には投資以降少し益が出たというご報告をさせていただいておりますが、 AVF の投資先の評価額は第二四半期では変わっておりません。で財務諸表の方ではこの運営費がですね、費用として計上されている分、若干マイナスで出ておりますが、投資先の評価額は変わっていないということです。はい、次はゴリラ社について、はい、ゴリラ社の上場前提として平野社長が同社の社外取締役に就任されたと思いますが、はいはい、台湾での上場準備進んでいると了解してよろしいでしょうか。なかなか難しいところです。これちょっと難しいですね。はい、ゴリラ社は上場を目指されているということと、はい、私が社外取締役に就任したことはこれは発表した通り事実です。はい、でゴリラ社の内情についてはちょっと私から何も申し上げない。はい、あともうちょっと日本進出のタイミングはいつでしょうか。これも難しいですよね。はい、こちらオフィスはすでに作られております。で、私たちも含めてですね、これが普及をしていくということで、私も取締役ですから、はい、しっかり支援をしていきたいと考えています。次、イマジン社について、はい、イマジン社との製品がコロナの影響を受け遅れていますが、具体的理由は何でしょうか。はい、具体的理由はですね、これイマジンは今フィンランドとオーストラリアで開発をしているんですね。で、営業マーケティングなども分かれているということもあって行き来ができない、
実験もできないというような状況に陥っています。ですのでまさにコロナの影響ということで、もう少しこれはコロナの収まるということが必要になります。はい、ブロックチェーン、はい、これも興味の高いところですが、まずバーチャル株主総会について、はい、数年先に収益の何本目かの柱となる可能性のある事業と感じます。はい、今度は応援してくれてますね。感じます。そうですね。はい、ただ完全遠隔の総会には会社法の壁があり、個人としては数十年に一度の会社法を改正チャンスと感じています。 IT 総合戦略室やデジタル庁の提言等を行う意向はお持ちでしょうか。はい、すでにもう提言はしておりますし、はい、こちらの新しい動きだけでなく、これ以前のですね、経済産業省がバーチャル株主総会を進められた時にも、経済産業省にも提言をしております。これ株主総会ということでいくと、法改正の動きっていうところと提言ということも今なってきてますけども、はい、御社のブロックチェーンを使った議決権システムの引き合いが、これやっぱ高まってくる方向は、欧米みたくバーチャル会場だけで OK になると、これ高まりますよね。高まりますね。ということはその方向に行ってもらいたい。はい、今の会社法ですと、場所を必ず用意しないといけない。これって会社からするとダブルコストなんですよ。だからやはりこれが一つで OK になるというのはとても大切ですし、あとは株主総会を実施されるのは IT 部門じゃないんですね。バーチャルといえども、はい、総務部門ですから、総務部門ですから、その人たちがやっぱりちゃんと法的にも整備されているということは非常に重視されますので、おっしゃる通りこの会社法の改正というのはしっかりとロビーも含めて目指していきます。はい、もう一つ、今度どこ、鳥取県、違うか。現在、御社のブロックチェーン関連事業に対して、どのような業種、業界からの引き合い、問い合わせがあるのかをご教示ください。はい、分かりました。まずですね、これまで開示している範囲でしかお答えできませんけれども、先ほどご説明をしました電力業界ですね、こちらは卒フィットなどの問題もありまして、やはり引き合いがあります。あともう一つはトレーサビリティ、産地偽装などが起こりうるような業界。こういったところです。あと株主総会に関しては、これは業界問わずでいろんなところから問い合わせをいただいておりますが、先ほどのようにですね、壁もあるもので、今後このコロナで加速して、来年以降ですね、もともと考えていたよりは早く普及をすると考えております。はい、そして BCC の方ですけども、はい、日銀がデジタル通貨を発行する実証実験を来年の早い時期に行うと発表されました。はい、来年ステーブルコインゼンクスを発行すると発表した BCCC が何らか関わることはありますか。この件は平野社長が話された4つの提案の中にあるでしょうか。なかなか突っ込んだ、ご質問です。はい、はい、まず私たち BCCC で行っていることは、胴元になりたいとか、その日銀に対抗したいということはないんですね。この、日本円という非常に世界的にも評価されている通貨に対して安定した仮想通貨を実現をしたいということで、これはこの実証実験に対して技術提供することも可能ですし、実際にはこれ日本円を最初の対象にしておりますが、他の通貨でも OK ですので、私たち協会としてはですね、非常にオープンに進めていく考えです。で、4つの提案の中というのは、実はこの4つの提案というのは BCCC ではなくてアステリアとして行っておりまして、この ZenX に関しては4つの提案の中には入っておりません。別のブロックチェーンのものは入っておりますが、入ってないという答えになります。でもやっぱり伺っているとブロックチェーンの未来っていうのはやっぱり相当広いっていうことですよね。もともと感じてましたけど、いろんな分野に使えるっていうのは。そうですね、その要はデジタル化ということが起こって、そこで必要なことなんですね。私たち自身もその受託じゃないソフトウェアやってるのは、デジタルというのは工場がなくてもコピーができる、この価値をですね、再生産できるということなんですけども、これが再生産できることが問題だという領域があって、それは通貨もそうですし、いろんな書類とかもそう、それをできなくするって本当に革命的な技術なんですよ。これでようやくその価値まで、情報だけじゃなくて価値までネット上に載せることができる時代が来る
です。まあでもこう言ってもどうでしょうかね。やっぱり現実したねって現実化しないぐらいにしてもらえるか。もう現実化したら、まあ社長言った通りですよ。なんなん。はい。それもまた来てください。じゃあ今度まで行きますよ。はい。数年前、これブロックシェア離れますね。はいラジオ番組で、はい、ラジオ日経かな、はい私が平野社長にアステリアは損益分岐点を超えると、はい、それからはチャリンチャリンですねとおっしゃっていた言葉が今でも鮮明に残っている。このチャリンチャリンって表現は悪いんですけど、覚えてます。私も覚えてます。サブスクの意味じゃなくてね、あの、はい、開発費用とかそういうのは当初かかりますから、はい、それを超えてくると、まあ、利益率は上がっていくよねっていう意味で言ったんですけども、 そうですね、はい、そのチャリンチャリン言葉は悪いですね。今現在における状況などはいかがでしょうか。チャリン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 。あの、まあ、チャリンチャリンという意味は2つあると思います。一つはその受託ではないので、損益分岐点を超えたらもう売上がストーンと利益に落ちてくる構造であるということと、もう一つは今経営で目指しているサブスクですね。つまり継続的に使っていただくことで新しい、作業がなくても、その対価をお払いいただける、この2つですけれども、この前者のモデル自体はもう前からそのものです。で特に今やはり投資家の皆様が気にされているサブスクですとか、このストック型ビジネス、はい、これは今サブスクリプト 2割強ですけども、さらにサポートなどを入れたストックビジネスはですね、すでに5割を超えてきました。これ毎年増えておりまして、まあこれがまあ、ここで言うチャリンチャリン、いわゆるチャリンチャリンですね。もう毎年しっかり進捗をしていると。ストックビジネスというところでは毎回解除してますんで、この数字をこれからも見ていただければ。はい、わかりました。はい、進捗してますよということです。はい、ということでマラソンクエスチョンタイム、はい、せっかくですから、はい、SDGs のところちょっと聞いておきたいところがいくつかあったんですけども、はい、これ社長 SDGs 目指してる、もうもちろん目指してやる会社多いんですけど、はい、気がついてみたら SDGs にハマっていたねっていう分野も結構たくさんあるんでしょう。そうは言いながら、うちはあります。そうですね、SDGs が出てきたのが後ですから、はい、まあ、その森林の支援ですとか、ジェンダー平等とかっていうのは、まあ、随分前からやっていまして、まあ、それが当てはまったっていうのもあります。はい、まあ、小栗町で職人するとか、いろいろことをやっておられましたし、はい、まあ、これどんどん進めていくという方向で、今後展開を図っていかれる。そうですね。これ、小栗杉の SDGs バッジって、これいいですね。これです。で、見た目一緒でしょ、だってこれ。見た目。それメタルじゃないですか。それメタル。これ、環境に悪い。環境に悪い。これは木です。それ、どっか売ってるんですか、小栗町。うちで売りましょうか。皆さん、そう実はですね、これを株主優待とか株主総会のお土産とか、ね、それより、ね、あれなんですよ、今ね、企業のトップたちがこれ求めてるんですよ。はい、あ、そうなんですか。これね、去年かな、ある大きな電鉄会社の社長さんを探してて、そっか、そうですね、企業の方々にはこれいいけど、個人の方々にはいや、個人だとこれどこのお部屋だとか言われるんであれなんですけどすいません、ちょっとだから探してて企業の方々、はい、で当時メルカリでね3000円で売ってたんですよ。はい、でメルカリで売ってますよと思って、はい、でまあ、もう一個あったんであげたんですけど、はい、探してで証券界は結構みんなつけてるんですけど、はい、他の業界の方々トップしかつけてなくて、はい、トップつけてないとかっこ悪いから、だから小栗杉のは企業に受けます。これファッションじゃないんで、格好悪いからつけるっていうのもなんですよね。いや、つけてないと、はい、ほらみんな今つけてるでしょ。はい、だからうち違うのみたいな、あ、中継で出してるのに。そうなんですね。はい、後でこれを面接に出します。まあ、これは余談ですけども、はい、その SDGs 別にそれを求めてやってるんじゃなくて、たどり着いたら SDGs だったりと、この世界でいいわけですよね。そうですね、整理、うちがやっているこの社会貢献の整理として非常にフィットするという形で、はい、こういうふうにこれからも力を入れるということで紹介しています。はい、つまり、国連よりもアステリアさんの方が進んでいたと。いや、それはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、いい形で整理をしていただいていると思います。はいはい、そして、私、久しぶりに社長とお話ししましたけど、はい、ギャンという言葉が出なかったのかな。いや、それ、ギャンっていう、いつもギャンっておっしゃるけど、今日ギャンが全然見えない。標準語で、はい。ということで、標準語で、熊本弁は、はい、
また別のところ。また別のところ。あと最後社長のメッセージありますか。見ておられる方に一言。そうですね。今日も質問できるだけ答えさせていただく会としていただきました。で、もちろん鋭いご質問もいただきましたけれども、非常に嬉しかったのは応援とかですね、ご意見、こういったこともですね、たくさんいただいておりまして、今後のですね、私たちの活動、それから、IR 等にも生かしていきたいと考えております。本当に身近にですね、皆さんの声を感じることができて嬉しく思っております。ありがとうございます。ありがとうございました。ではこれにて、ロングクエスチョンタイムは、終了ということでございますので、じゃあマイク返します。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆様、多くのご質問本当にありがとうございました。以上をもちまして、個人投資家説明会を終了とさせていただきます。長時間にわたりご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。なお、本日の説明会の模様は、アステリア株式会社のホームページにおきまして、アーカイブとして後日オンデマンド配信されますので、そちらもどうぞご利用くださいませ。以上で、2021年3月期、第2四半期決算、恐れます。2021年3月期第2四半期個人投資家説明会を終了いたします。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。